未確認の情報なんですけども、オニ科の薬を作ったあのヤバ医者さん、次は女体科の薬を作るつもりだったみたいです。こんにちは、イメゾーです。今回は鬼滅の刃刀鍛冶の里編第11話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ところでね、11話がね、放送されたんですけども、もう最高すぎた。いやー、やっぱ鬼滅の刃は面白い、面白すぎた。ほんとね、超絶神回と言っても過言ではない。ほんとね、見終わった時の満足感がすごすぎて、まるで良質なね、映画を見終わった後ぐらいの満足感、すごいいい気持ちになった。本当にね、いい作品を作ってくれてありがとうございますってね、これをテレビで見ていいのかっていう、本当思うぐらい、素晴らしい作品でしたね。まあ、そんな、11話のね、内容をまた語っていきたいと思うんですけども、ハンテング、こいつがしつこくてね、本当にしつこいというかずるいというかね、分裂したり小さくなって逃げたりだと思ったらめっちゃ足が速かったりね、でその小さくなったやつの首を切ろうとしたら今度はね、逆切れしてきてね、いやかわいそうだと思わんのかってってね、巨大化して炭治郎のことをこう首を絞めたりだとかさ、本当むちゃくちゃな野郎なんですけども、まあでもそれにも屈せず、炭治郎は相変わらず心が強くてさ、もう絶対逃がさないぞと、もうどこまでもうでも追いかけて地獄の果てまでも行って、絶対お前の首を切ってやるからなって言ってね、もうボロボロになりながらもね、目は全然死んでなくて闘志は燃え続けてるっていう感じで、でもボロボロでどうしようってところに、こうね、無一郎くんがさ、来てくれんのよね、刀を。あの鋼塚さんがもうずっと研いでたあの刀を多分無理やりぶんどって炭治郎に投げてくれるんだよね最高のタイミングでさ来て、でその刀を使って無事首を切ることができたんだけど、ここもまたかっこよかったよね、火の神神楽。これでね、やっと終わりかと思いきや、まだ終わりじゃなかったんですね本当にしつこくて、しかも夜が明けてきてたんですよね。で炭治郎はとっさに、あ、やばい、禰豆子が燃えちゃう、このままじゃ禰豆子が死んでしまうと思った炭治郎はすぐさま禰豆子の方に駆け寄っていくんだけど、禰豆子はそんな炭治郎の反対方向を見て何か訴えかけてるんだよね。って、もう向こう向こうみたいな感じのことを言ってて、そっちの方を見てみると、まだしつこく生きてたハンテングがその里の人を襲おうとしてるんだよね。ここがね、すごい難しいというか、めちゃくちゃ葛藤するところで、炭治郎は禰豆子のことを人間に戻したいがためにずっと頑張ってきたわけじゃん、それだけのためにひたすら頑張ってきた、ただ一人の残った家族をどうにか、もう無理って言われてたけど、なんとかできないかっていう少しの希望にかけてさ、今まで頑張ってきたんじゃん。だからここでもし禰豆子が火に、太陽に当たってね、燃えてしまったら、もうやってきたことが意味なくなってしまう。でもそんな当の本人の禰豆子は、自分のことよりもその襲われてる里の人たちの方を心配して助けに行こうとしてるんだよね。で太陽が実際に上がってきて、禰豆子が燃えちゃって、もう炭治郎はその禰豆子をかばってさ、動くことができなくなっちゃうんだよね。禰豆子も助けたいんだけど、今まで鬼殺隊として頑張ってきたその自分としては、鬼に襲われてる人たちももちろん助けたいんだよ、もちろん助けたいんだけど、禰豆子も助けたい、いやどうしようどうしようってなって、あの炭治郎が決断できなくなっちゃうんだよね。どうしよう、決断できない、動けないってなっちゃった時に、禰豆子よね、禰豆子が炭治郎のことを蹴り飛ばしてさ、もう行かせるんだよね。この時の禰豆子の表情というか仕草がすげえ良くて、もう死んじゃうじゃん、もう死んじゃうのに、日に当たったら死んじゃう分かってるはずなのに、もう笑顔でさ炭治郎のことを見て、大丈夫だよお兄ちゃんみたいな
表情、仕草、顔をするんだよね。実際なんて言ってるか分かんないんだよ。でもまるでそう言ってるかのようなね、優しい笑顔を炭治郎に向けて、で炭治郎もその禰豆子の気持ちを受け取って、兄としてではなく、もうそれよりも鬼殺隊としての行動を徹底して、今度こそ、反転軍の鬼を切るっていうことでね、無事これで完全に切ることができたんだよね。もうほんと何回切らせんだよ首をっていう感じなんですけども、正真正銘のラストの斬撃ということでね、無事倒すことができたんですけども、やっぱ炭治郎的にはね、泣き崩れてしまうんですよね。だって鬼は確かに倒せた、鬼は倒せたんだけど、一番守りたかった存在である禰豆子を失ってしまったっていう絶望で泣いてしまうんだよね。もう言うてさ、炭治郎子供だからさ、まださ十何歳のね、小学生中学生ぐらいの男の子だからさ、そりゃそうよねって落ち込んでたんだけど、ここでねびっくりしましたね。うん、禰豆子歩いてくるんですよね。太陽を克服してるんですよ、まさかの。いやー、ここね、いや分かってても感動してしまった。原作でももちろん読んでるので展開知ってるんですけども、やっぱねアニメになるとより一層感動しちゃう。その演出がまたさ、いいのよ。禰豆子のこう今までの奇跡というかね、今までの禰豆子のシーンをもう全部走馬灯のように流してくるわけじゃんね、アニメでさ。それ見たらもうね泣いちゃうよ、それ見たら泣いちゃうって。禰豆子がさ、もう笑顔で来てさ、太陽のもと歩いてるわけよ。禰豆子がよかったねって、よかったねって言って喋ってさ、もう炭治郎と一緒に泣いてる姿っていうのはね、すごい良かったですね。うん、でその後ね、みつりちゃんとかも来てね、みんなでこう、抱き合ってね、もう全員無事で、もう全員無事でよかったみたいな感じで言っててさ、で照れてる玄弥も可愛かったし、みつりちゃんも可愛いし、ほんとみんな無事でよかったねって。こんな強い強敵、上弦の鬼が2体同時に攻めてきたのに、柱鬼殺隊がね、誰一人欠けることなくね、無事に戦い終えたっていうので、ほんとすごいなって、マジでよかったよね。その後こう、また炭治郎がさ、その里から帰る時か、里の人たちがさ、炭治郎にありがとうありがとうって感謝の気持ちをみんなで言ってきてて、それもまた良かったし、隠れの人もまた粋だよね。本当は目を塞いで鼻も鼻せもしなきゃいけないのに、その光景を炭治郎に見せたいから、この里を出るまで目隠しなしで行こっかって言ってくれるお姉さん、めっちゃいいやんお姉さんのことがなんかね、もう好きになっちゃった、あの隠れの人。でも炭治郎にお礼言いたい気持ちもすげえわかるし、実際めちゃくちゃ頑張ってたし、この視聴者からしてもありがとう炭治郎ってなんか言いたくなった。いやマジでよかったな、最高だったね炭治郎たち。一方その無惨さんね、無惨さんの過去がねちょっと描かれてたんですけども、もうこの人むちゃくちゃすげえ本当に早く死ぬっていうのでね、やぶ医者って当の本人は言ってたけどさ、実際めちゃくちゃすごい医者だったんだよね多分ね実際すごい医者で薬をあげてたのに、どうせこいつやぶ医者だろうって言って殺しちゃうんだよね殺しちゃうんだけど、その後にその薬が、これ鬼になる薬じゃん、すげえじゃん、肉体めっちゃ強化されたわって言ってテンション上がってたんだけど、でもこれなんか日に当たると俺死んじゃう体になっちゃった、どうしようみたいな、もう全部あれ殺しちゃったから、もう全部いろいろ分かんないんだよなって言って何やってんのこいつって、ほんとさ殺すな殺さなければそんなことにならなかったのにさ、もう後悔とかそういう気持ち一切ないんだろうねこいつにとっては。無惨様、普通だったらさ、やべえ殺しちゃったどうしようってなるんだけど、そうじゃないんだよねこいつは。いやなんかあいつ死んじゃったから何もわかんないから、もうとりあえず部下増やして、なんか太陽克服できるやつか、ヒガンマラ探そうっていう、そっちの思考になるっていうねなんかすごいカッコつけて堂々としてるけど、めちゃくちゃこの人やらかしてるからね実際めちゃくちゃやらかしてるし、原作ね知ってる人なら、原作読んでる人なら知ってると思うんですけども、もう無惨様もねなかなかの臆病者というかね、ビビリというかね、反転も
ハンテングも引くぐらいのねやつなのでねこれからもねアニメ勢の人はね楽しみにしていただければなと思うんですけども、まあ、そんなね、アニメもね次回、柱稽古編もねアニメ化決定ということでね、いやーよかったですね、よかったというか、まあ、当然まあそれはそうだろうなっていう感じでね、このままね最後までアニメ化絶対するはずなのでね、うん、まあ、いつアニメ化するかは、わからないんですけども、もうね UFO テーブルさんなんでね、もう素晴らしいアニメをね作ってくれること間違いないので、本当ねまた期待して楽しみにしていきたいかなと思います。はい、ということで以上鬼滅の刃刀鍛冶の里編第11話の感想と解説でございました。このチャンネルではね、アニメの感想動画毎週更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバイ。